やめようなんて言いますと、すぐに差別なんて言い出す人もいるんですけれども、それならばですね、スペイン語やフランス語、ポルトガル語、あと使ってる人数が多いといえば、インド の, あのヒンディー語ですか、それも表記しないと、かえって逆差別なのではないでしょうか。できますと大概黙ってしまうんですけれども、英語の表記には実は根拠がありまして、日本は唯一アメリカとだけ日米同盟を結んでおりますから、米軍が日本国内で活動する事態というのも十分に想定されるわけであります。日本国内で日米軍共同訓練なんかもあるかもしれません。ですので日本語と並べて英語の表記は必要だとは思われますが、どうして簡体字とハングルなんでしょうか。ハングルは、縦だか横だかも全然理解できませんし、きっと我々は逆さなっててもそれが逆さだと気がつかないと思います。簡体字はですね、妙に漢字に似ているものですから、漢字を勉強する子供の子供が見たら混乱すると思います。日本語の漢字じゃなくて簡体字の方が簡単だ、覚えちゃったら大変であります。それとですね、国交省がこのように日本全国に簡体字とハングルで案内を書く真の目的は、いずれ来る人民軍の利便を図るためであります。日本全国に簡体字とハングルの表記があれば、日本に侵入した中国共産党軍と北朝鮮人民軍、活動しやすくなりますよね。侵略占領行為しやすくなりますよね。軍が侵入できないとしても、今まさに日本国内にいるスパイの皆さん、これが非常に活動しやすいですよね。こういうのを利的罪っていうんですよ。国交省イコール公明党は利的行為を働いてるんです。どうして空の方って反日が国是の国の文字を表記しなくてはいけないのか。北朝鮮は言うに及ばず、今年になってからすごいですよね。すごいミサイルの数飛ばしております。言うに及ばず、中国も、日本の自衛隊さん空自に年間1000回もスクランブル発進をさせていくという、ちょっかいをかけてくる国であります。スクランブル発進の回数1000回ですから、朝昼晩来てるわ、こういうような具合で日本の領空に接近している国、それが中国であります。尖閣諸島にも何日も何日も連続で、この前42日間連続で来たのでニュース見ましたけれども、テレビのニュースではきっとこういうのやらないんだろうな、がっかりにしております。テレビといえばですね、次 の, 11月23日に渋谷で NHK スクランブルデモ、これはお金を払わないと砂嵐になって見えない、というのにしなさいと、そういうデモを行いますが、過去5回こういうデモをやったんですけれども、テレビ局はどこも取材に参りませんでした。事前にですね、こういうデモがあるから取材に来なさいと、通報していても決して来ません。新聞もどこも来ませんでした。300人余りの人が集まってくれても、決して報道しない。 NHK に都合の悪いことは報道しない。それがどうでしょう。国葬反対なんていうデモでしたらば、たった5人でも放送してましたよ、長崎テレビが。
そんなことをやっているからテレビ離れというか、テレビが全く見放されて若い人が見なくなってしまうんですよ。テレビ業界は自分の報道、自分の映像というのは自分らの作り出した自社製品であるにもかかわらず、自分の売り物であるにもかかわらず、それを自らダメにしていくと、唯一の業界だと思います。自動車会社が自分で作った自動車をダメにするものでしょうか。自らそんなことする会社はありませんよね。ところがテレビ業界、新聞業界は行動すべきをせず、行動せんでもええことを行動する、これは自らの売り物を自らダメにしているということですよね。言い訳のために BPO なんていう組織が作られておりますけれども、これ全くテレビ局のお仲間、身内、これの OB がなったりしております。言い訳のための組織、各省庁ですね、言い訳や自分の意見を通したいのために、開催する有識者会議みたいなもんで、 BPO は全く当てになりません。我々にできることはですね、テレビを捨てて、テレビを弱らす、あるいは人にテレビを捨てることを勧める、枯らすしかないと思っております。私は2011年のフジテレビ抗議デモに参加いたしましたが、あの時は1万人弱の集まってデモをやってもどこも報道しませんでした。NHK スクランブルでも、11年後の NHK スクランブルでも全くどこも取材に来ません。つまりテレビ業界はこの11年間何ら変わっていない。自分で自分の業務を良くすることができない組織であると思われます。自分で自分の業務を正せないのですから、枯らすしかないと思っております。いつの日かテレビ東京あたりが皆さんを、みんなをって、テレビ局の仲間を裏切って NHK スクランブルデモやこうした日本改革党の凱旋を取材に来る日が来るのでしょうか。私はいち早く裏切った方がいいと思いますよ。今のままではテレビ、NHK の民放も一緒に立ち上がれていくだけであります。早くテレビ東京でもどうでもいいですけれども、日テレでもどうでもいいですけれども、他者を裏切って、こうした活動を取材すべきです。 NHK スクランブルでもをテレビ報道すべきであります。それとですね、鳩山幸男、子供手当脱税なんていうのも大人の目なしでそのままやってますけども、あれをもし自民党の総理大臣がやったとしたら、朝から晩までテレビは騒いで騒いで騒ぎまくって、総理大臣辞めるまでやっていたことでしょう。つまりですね、テレビ局は、野党の支持を公言しており、民放同盟のホームページご覧になったことはありますでしょうか。 NHK 労働組合のホームページご覧になったことはありますでしょうか。堂々と立憲民主党を支持していますと書いてあります。これでは中立公正な報道など望むべくもありません。やるはずがありません。恥ずかしげもなく立憲民主党を支持しますと歌っているのですから、公正中立な報道は我々はしません、言っているようなものであります。早くですね、どこのテレビ局でもいいので裏切ってですね、民放同盟を抜けてですね、ちゃんとした報道をやった方がその局だけは助かりますので、お勧め、いたします。日本海の人は外国人生活保護を廃止、新規給付をやめさせてですね、だんだん減っていってもら
言うような音を歌っております、外国人の方は帰るべく急ぐことがあるのですから、我々日本人は日本で生まれて日本で生きて日本で死んでいるのが普通であります、中にはですね、俺は外国で死にたいななんていう人もいるかもしれませんけれども、そういう人は、街の評判では変わり者と、日本人が外国で死ぬことを言える日本人、そんな人は変わっているとしか思えません、現にですね、日本人にアンケートを取ったらまた日本人に生まれたい次もと答えた人が 86% もいてですね、これは世界最高だと思います、そんな日本で死ぬしかない日本人に比べて帰るべき祖国がちゃんとある外国人の方とですね、日本人を、同じように扱う、これは間違っていると思います、制度として外国人の生活を保護してやる自国の人間と同様の条件で、こんなことをやっている国は日本だけだと思います、他の国はですね、せいぜいフードスタンプを配ったり教会が炊き出しをしたり、そんな程度であります。アメリカには年金も国民健康保険もありません、それをですね、永住権を持っている外国人でも年金入れてあげましょう、国民健康保険入れてあげましょう、そんな国は日本だけであります。でこのことは今は知り渡っておりませんけれども、世界に知り渡れば、日本に行けばお金もらえる、いいことで、怠け者で無能な外国人が日本で挙げて集まってきてしまいます、その時に税金でそれらを養うのは誰でしょうか。日本で生まれて日本で死ぬ日本人であります、そんなことが許されていいでしょうか。私は外国人生活も制度として廃止 しなければならないと、考えております、聞けばですね、71年前に当時厚生省の社会局長、これが出した一本の通達、当面の間外国人も日本人と同様の条件で生活保護してやりなさい、これを根拠にずっと71年間外国人生活保護をやってるわけですけれども、当面の措置、当面の措置つって一体何年やってるんですか。71年もやってるんですよ。その当時はですね、台湾出身の台湾人、朝鮮半島出身の方、それらもですね、終戦と同時にいきなり日本人ではなくなって、それまでは終戦までは朝鮮半島出身の日本人、台湾出身の日本人、なぜなら併合していたからであります。それがですね、アメリカによる日本解体で、今日からあなたは台湾人、今日からあなたは朝鮮人、いきなり分けられてしまったので、終戦直後の話ですよ、で、当面の措置で日本人と同じようにやっておりません、これは分かりますよ。ですけれども、自分の意思で帰国できるようになって、それでもなおですね、終戦の時に成人していたそういう方々は今97歳になってるはずですよ。97歳、そんなに生きてはいないと思われます。終戦の時に成人していていきなり私は台湾人にされちゃいました。そういう人はあまりもう残っていないでしょう。もうね、71年も当面の措置って言ってやってるのはおかしいんですよ。おかしくないですか。当面っていう言葉の定義が分からなくなっちゃいますよね。それとですね、外国人に生活を与えることは憲法に違反してあります。憲法全文にちゃんと書いてあります。その権威は国民に由来し、権力は国民の代表が行使し、
その福利は国民がこれを共有すると。要するにこれは日本人の、日本人による日本人のための国政ということなんですけれども、外国人に政治の福利を与えるなんてどうにも変えてませんよね。もちろん与えるなとも変えてないのでいいんだなんていう人も中にはいますけれども、その人は純粋な日本人かどうか怪しいものであります。私はこういう理由ですね、あと最高裁で外国人生活法には法的根拠ないというような判決も出ておりますし、何よりもですね、大体生活法の総予算ってずっと横ばいなんですよね。一人外国人に生活法を与えれば一人日本人にもらえる人が減ると、バーターになっております。そんなこともですね、まずは日本人を優先したろうかということで、外国人生活法を廃止すべき、というようなことを訴えさせてもらっております。ちょっと休憩します。